はい、皆さんこんにちは。海外転売スクール講師の黒澤敦史です。今回はタイトルにもあります通り、楽観的になるのはいいんだけれども、あくまでもデータ、事実に基づいた数値的な予測に基づいた楽観性であれば良いと、逆を言えば主観的な楽観性、自分に都合がいい解釈をするっていう意味での楽観性っていうのは非常にリスキーだということについて小窓から話をさせていただきたいと思います。メインの画面は今ご覧いただいている Amazon、 今は米国 Amazon 出しているんですけれども、米国 Amazon と日本 Amazon の画面を実際に操作しながら、こちらのちっちゃいところから私の顔を映して撮影を行っていきたいと思います。というのもですね、この楽観性っていう言葉が非常に講義に解釈されてしまっていて、実際の生徒さんでリスキーな楽観性、まあ場合によっては楽天的とも言えるかもしれないんですが、そういった楽観的、楽天的なリスキーな考え方っていうのを持ってる方が結構多いんですよね。で、その度に私が危ない危ない、それは危ないですよっていうふうにお伝えしてるんですが、以前他の動画でもお伝えした通り、危ない橋は渡るべからずなんですからね。セラーとして堅実に行っていくためには、しかしながら主観的に自分のご都合主義の楽観性だと危ない橋っていうのばかりどん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 進んでいってるっていう場合があるんですよ。そういうパターンがあるので、そこは非常に私は危惧している、警鐘を鳴らしている部分なんですね。で、今回具体的に商品を見ながら、何がご都合主義の自分勝手な、言い方悪いですけどね、自分勝手な楽観性であり、で、何がデータに基づいた楽天的な予測なのかっていうふうにお伝えしたいと思います。特にですね、まあデータに基づいて楽天的に考えるっていうよりは、あくまでもデータそのまんまを事実として受け止めるっていうことが大切なんですね。まあ早速話をしていきたいと思うんですけれども、例えば、まあコスチュームで調べてみますね。コスチューム。アマゾンの、米国アマゾンのトップページでコスチュームで調べてみますと、まあここにたくさんコスチュームが出てきますと。で、例えばこの商品ですね。まあ、なんでこの商品をクリックしたのかっていうと、カスタマーレビュー、お客さんのレビューが今89件ついてるからなんですけれども、89件お客様のレビューがついていましたと。しかしながら相乗りしてる人は一人もいません。この時にどう考えればいいのかっていうと、 この商品は、もしくはこのセラーさんは何かしらの相乗り防止策を講じているのではないかっていうふうに考えるのが、あくまでも実際の Amazon の画面の事実に基づいた推測なんですね。で、例えばこの商品自体が、このなんて読むのかわかんないですけど、トロコ、もしくはこのゲーダー氏というセラーさんが、このセラーさんが出しているこのトロコというのがブランド名で、ブランド登録をされていると。まあブランド登録っていうのは、アマゾンブランド登録と商標登録って2種類ありますので、そこら辺細かいことは今回は抜きにして、法律的、もしくはアマゾン内の規律的にこのトロコというのがブランドとして、まあ商標登録だったら細かく言えば文字商標ってやつなんですけれども、文字商標で登録されている、もしくはアマゾンブランド登録されているかもしれないと思って、初めは一生懸命米国の商標登録の検索サイトなどで調べてみるわけですね。で、調べてみたんだけれども、このトロコっていうのが少なくともデータベース上は商標登録をされているっていうふうには出てこなかったと。で、この他の写真をこういうふうに見ていても、例えば何かしらロゴが入っているようにも見えないと。まあ、実際ロゴも何も入っている写真がなく、で、何かしらのロゴをくっつけた OEM とか簡易 OEM をしてる感じもしないってことは、相乗りしてもいいんじゃないかって考えちゃうのがご都合主義の楽観主義なんですよ。自分の都合に基づいた楽観性なんですよ。我々が見なければいけないのは、確かに商標登録しているかどうかは分からなかったと。で、ロゴも見た感じなかった、だったらいいんじゃないかって思うのがとてもリスキーだっていう話です、今回のメインのテーマは。っていうのはですね、初めに私がここチェックした時にレビューが89件もついているから、この
ページをクリックしたって申し上げました。ってことは89件もレビューがついてるってことは、大体そうですね、まあ実際は50人とか100人に1人がレビューを書くんですけれども、今回はセラー側として厳しく考えて、例えば最小限、まあ30個売れて1つレビューがつくって考えると、 89×30 を行えば2670っていうのが出てきますね。 89×30 を行えばってことは2670、実際はもう5000とか場合によっては1万ぐらいこの商品を売ってるっていうのをレビューの数から計算して予測できるんですが、それだけ売れていて、こんだけレビューがついていて、しかも5つの中の4つ星ですからね、4つ星っていうのはかなりいい数値じゃないですか。このレビューがついているにもかかわらず、こんだけのレビューがついているにもかかわらず、この商品が、まあ、ちょっと拡大しましたけど、この商品が誰にも相乗りされていないと、その場合は危なっかしいですよね、どう考えても。だったら相乗りしないっていう手段をやればいいんですよ、手段を取ればいいんですよ。そこでですね、なぜか結構多くの生徒さんが視聴表を調べても大丈夫だったし、ロゴもくっついてないし、この商品はそのままが全く同じ商品がタオバオとかアリババで売っているので、相乗りしてもいいでしょうかみたいな質問が来るんですけど、そんだけ危なっかしいのであれば相乗りなんて初めから考えないことです。出すとすれば新規出品ってことですね。で、Amazon だと1商品 1英進っていう法則がありまして、正確に言えば同じ商品であれば同じ英進から出さなければいけない、要するにこれと全く同じ商品を出すのであればここに相乗りしなければいけないっていう一応のルールはあるんですが、実際調べていただければわかるんですけれども、同じ商品が複数のセラーから別の商品ページで売ってますよね。ってことは新規出品するっていうことは、まあ、暗黙の了解っていうとちょっとグレーな感じがするかもしれないですけれども、実際問題できるんですよね。ってことは新規出品を行うべきなんです。ただし新規出品を行っても危なっかしいものは危ないですからね。どういうことかっていうと、この商品の例えば、まあ、衣装券とか、あとは商標登録っていうのは立体物にもありますから、場合によっては商品によってはその商品自体が商標登録の対象になっている立体商標っていうのがありますからね。それを取られている場合っていうのは、この商品を扱うこと自体がダメっていうふうに Amazon から判断を下される場合っていうのもあります。と言いますのも、タオバオやアリババに流れてる商品っていうのは、場合によってはブランド品の横流し品っていうのが平気で流れてるわけですね。ですから、まあロゴが入ってないから大丈夫だとか、商標登録してみたらこの登録っていうのが商標登録のデータベースに載ってないから大丈夫だとか、あとはまだ調べなきゃいけないことたくさんありますからね。実際は公式ページ、トロコの公式ページがないかとか、ヤーダーシ、イエーダーシっていうこのセラーの商品ページの公式ウェブサイトっていうのがあるかどうかとか、そういうのもちろん調べていく上なんですけれども、いろいろ調べてみて危なっかしいのであれば、わざわざなんでその橋を渡るのかっていうふうにプロのセラーは考えてるわけです。ここが逆言えばプロのセラーと見習いセラーって言ったら言い方悪いかもしれないですけど、これから学んでいくっていうセラーさん、初心者のセラーさんの大きな違いかなと思ってます。ここまでの話をまとめます。危ない橋は渡るべからずっていう大前提があるにもかかわらず、多くの初心者のセラーさんが自分でちょっと調べて大丈夫そうだったから出してみよう、相乗り出品してみようっていうふうに考える場合が結構あるんですよ。意外なほどにあるんですよ。でですね、そもそも一つ一つの情報っていうのを視観してみれば、止まれるに観察の観と書いて視観と読むんですけれども、視観してみると、もしくは俯瞰的に客観的に見てみると、事実として見てみると、商標登録がデータベース上になかろうが、この商品がタオバオで誰でも手に入る状態であろうが、89件もカスタマーレビューがついていたのにこの商品に相乗りしていないという事実がありますよね。全ての事実をちゃんと当分に見ていく必要がある、のに、自分に都合がいい情報だけを引っこ抜いて、自分に都合が悪い状況をいつの間にか無視しちゃってるっていうパターンがありますので、非常に気をつける必要があります。では逆に、これは危ない橋ではないだろうなって思えるものを、今度はせっかくなんで日本のアマゾンで見てみたいと思うんですけれども、例えば日本のアマゾンでコスプレで検索して調べてみます。ちなみにですね、ここ非常に重要なポイントなんですけれども、日本語だとコスプレっていうのがコスチュームっていうワードよりも有名ですよね。
で、アメリカだとコスチュームっていう言葉の方がコスプレイっていう言葉よりも一般的です。で、中国ではコスチュームって書くよりもコス、COS って書く言葉の方が一般的です。ここ何を表しているかっていうと、一つの国で一番有名なワードが他の国でもメインのそのジャンルを表す商品のワードとは限らないってことです。日本でコスプレで調べているから米国でもコスプレで調べる人が多いんですけれども、全然違いますからね。ちょっとすいません、横道にそれるんですけど、一回そこ実際お伝えしようと思うんですけど、まずコスチュームで検索すると48万527件結果が出てきます。じゃあ今度コスプレイで調べてみますね。日本的なワードですけど、コスプレイで調べてみると9万5053件。コスチュームだと48万件、コスプレイだと9万5000件。ってことはコスチュームの方がメインのキーワードってことです。それも何がメインのキーワードかっていうのは知識として知らないことの方が多いと思うんですよ。だったら Amazon で検索してみて、ここもデータですから、事実ですから、数値ですから、実際の。それで何がその単語、その商品を表す単語としてメインなのかっていうのを調べていくっていうのも、やはりこれもデータベースで事実をしっかりと見るってことです。話を元に戻しますけれども、まあコスプレで検索してみました。で、バーって見てみると、例えばですね、そうですね、まあ86件、同じぐらいですね、先ほど見たとたまたま同じぐらいレビューがついている商品っていうのがありました。この商品なんですけれども、まあ時代付属高校制服にコスチュームっていうやつですね。で、これはじゃあ相乗りできるのかどうかって見てみると、その時はこっち見てみればいいんですよ。何人の人がこの商品を相乗りしてるかをバーって見てみます。そうするといろんな人たち、いろんなセラーさんっていうのが相乗りボコボコしてるじゃないですか。で、まあプライムで出してるセラーさんも何件かありますね。ちょっとプライムだけに絞ってみますね。まあプライムで出している人も3件いるってわけです。3件で、プライムで出していない人も合わせると合計16のセラーかなが出しているっていうのが、新規出品16件2380円よりっていうふうに書いてあります。だったらここを見て他の人が相乗りをしているのであれば OK っていうことです。で、これだけ見て、あ、じゃあ相乗りしてるから OK なんだってこの商品だけ見るのもいいんですけれども、ってことは気づくべきなのは、このセラーさんが出している商品っていうのは基本的に相乗りできるんじゃないかっていうふうに考えて、このセラーさんをクリックしてみるんですね。で、このセラーさんが出している他の商品っていうのをこういうふうにチェックしてみて、まあ例えば、まあマウントホルダーを出してますねとかいうふうに見てみるわけですよ。で、場合によってはこのセラーさんが出している商品であっても、で390件もいろいろくっついてるのがあると、でも今調べてみたら、たまたま今カートを取ってるセラーさんをクリックしてみたら、そのセラーさんの商品っていうのは今2つたまたまクリックしましたけど、レビューが多いやつですね、クリックしてみましたけど、他のも見てみましょうか。まあ他のも見てみると全然相乗りしてないわけなんですよ。ってことは、ここでさらに気づかなければいけないのは、今までの流れだと、まずはとりあえずレビューが多いのをクリックしたら、この商品自体は相乗りできることが分かったけれども、現在この商品のカートを取っているこのセラーさんですね、の商品も全部相乗りできるとは限らないっていうことなんですよ。やっぱりここはそのセラーさんの商品一覧をこういうふうに見てみて、その中の、まあ、特にレビューがある程度多いやつですね、ある程度多いやつを、まあ例えば36件レビューがついてるっていうのをクリックしてみると、でクリックしてみると特に相乗りしてる人がいないと、まあ難しいところなんですけれどもね、たまたま私がこのセラーさん見つけたのが最初ってだけで、他のセラーさんがこの商品を、まあこのセラーさんを見つけてないから相乗りしてないって可能性もあるんですけれども、こんだけいろんなレビューが大量についてる商品をポチ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 クリックしていっても、どれにも今たまたま先ほどの制服の商品っていうのをのカートを取っているセラーさんは相乗りがされていないと、まあノーブランドとか書かれてるんですけどね、相乗りされていないってことはちょっと怖いんですよ、やっぱりここに相乗りするのは。じゃあどうすればいいかっていうと、もしこの商品を出したければ新規出品するのがいいのかなと思います。見た感じ、パッと見ですよ、パッと見、何かしら、まあ、ノーブランドって、これ、本人が書いたんじゃないですからね。ノーブランドってわざわざ書く人も中にはいるみたいなんですけれども、ノーブランドって自分から書く必要全くないです。
自分の商品はタオバオ製ですって言ってるようなもんですから、セラー同士から見てみると。ノーブランドっていうのは自分が書くのではなくて、アマゾンがそう判断した場合、強制的にブランド名をノーブランドって書き換えられちゃうんですよ、アマゾンの権限で。ですからこのノーブランドっていうのは自分で書くもんではないですからね。しかしながら結果的にまあノーブランドって書かれちゃってるわけですし、おそらくアマゾンがノーブランドって書き直したんだと思うんですけれども、この商品自体は何かしらの OEM とか商標登録とか Amazon ブランド登録しているようには見えないです。簡易 OEM すらしているようには写真とか見る限り見えないんですけれども、これだけレビューが109件もついていて、相乗りしていない、してる人がいないっていうのは、そしてこのセラーさんの他の商品も相乗りしてる形跡が今のところチェックした感じだとなかったっていうのは、何かしらの何かをしてるんですよ。この何かしらの何かよくわかんないんだけど、危なっかしっていうのが危ない橋ってことなので、危ない橋を渡らない、この場合だとこのページに相乗り出品っていうのはすべきではないっていうことなんですね。今回の話をまとめます。我々っていうのは楽天的になったり楽観的になったり悲観的になったりするんですよ。で、楽観的になるのはいいんだけれども、正確に言うとその楽観的になるのは、例えば売れにくい商品があった時、自分が商品を販売開始してみて売れにくい商品があった時に変に悲観的になる必要はないっていう意味で、楽観的になるのは重要なんです。要するにいちいちそんなことでへこんでらんないわけですよ。我々は商売してやってるわけですし、そもそもテストマーケティングを行って売れなかったっていうのはそれは一つの結果ですからね。別にそれは一つの結果、事実が分かったと、この商品は売れにくいんだなっていうことが分かった、うん、なるほどって思ってりゃいいんですよ。そこで、ああ自分はもうセラーとしてダメだとか、なんで売れないんだこんちくしょうとか情動的になるっていうのはダメなんで、そういう意味ではちょっと楽観的に、あ、なるほどね、この商品は売れにくかったんだ、 OK、 じゃあ NEXT みたいな感じで、じゃあ次行こうみたいな感じで考えていればいいんですけれども、っていう意味で楽観的になるっていうのは良いんですが、自分が商品をリサーチするとき、買い付けするとき、相乗りしようか新規出品するか、そういうのを調べているときに、自分勝手に自分に都合の良い楽観的な状況を作り出してしまうっていうのは危なっかしいんです。なぜならば事実が5つあったとして、例えばレビューの数とか商標登録のデータベースとか、あとはロゴがついてるか簡易 OEM してるかみたいないくつかの指標っていうのを見るんだけれども、その中で自分に都合が悪い情報っていうのは無意識的に無視してしまって、都合のいい情報だけを見て、まあ都合のいい情報だけを見る限りは相乗りできそうだから相乗りしてもいいですかね先生みたいな方って結構いらっしゃるんですけれども、なぜ危なっかしい情報をほっぽっちゃって自分に都合のいい情報だけで全体像を解釈しようと思うのかっていうふうに私は問いかけてるんです。もちろん個別ではそういう生徒さんに直接そのように申し上げてるんですけれども、危ない橋を渡る必要っていうのは我々なくって、ここも結構皆さん狭い視点で考えちゃってるんですけれども、なんで狭い視点で考えちゃってるのかっていうと、やっと見つかった商品だから何とかしてそこに相乗りしたいっていうふうに考えちゃうみたいなんですね。しかしながら、まあ確かに初めは商品リサーチっていうのは不慣れな方っていうのは、一つの商品いいかもしれないって思った商品を見つけるためにすごい時間をかけると思うんですね。だからこんだけ時間かけたからどうにかしてここに相乗りしてやろうとかいうふうに考える人が多いんですけれども、いくら時間がかかったからといって危なっかしいものは危なっかしいんですから、相乗りするのは危ないと思ったらすぐ新規出品にすると、変えると、視点を変える。で、新規出品も危なっかしいなと、その商品自体が何かしらのブランドのものかもしれないっていうふうに思ったら、その商品自体扱うのはやめましょう。そこは潔くやめるべきなんですね。そうしないと、そんな危なっかしい橋みたいなところだけを当たっていると、要するに白氷ですよね。薄い氷をなぜ選ぶというふうに思っちゃうんですよ私は。そこをずっと伝っていくと、いつか氷が割れて、氷がバリバリバリとなって、もしくは橋がバキバキバキと崩れて、アマゾンでいうとまあサスペンドになったりとか、アマゾンから深刻な警告を受けるとかね、商標登録違反してますよとか、商標登録を違反しているという報告がありましたとか、あれ来ると本当にきついんでね、サスペンドの可能性っていうのが一気にボンと出てきちゃうわけですから、そうなってしまうっていうことをご自身で事前にリスクヘッジする必要っていうのがあると思います。
タオバオアリババには5万と商品があるんですよ。たまたまと見つけた商品だから、苦労して見つけた商品だからと思って、その商品にコーデしちゃう人っていうのが結構多いです。しかしながら、それは仕方ないことなんですよ。ダメなものはダメなんですから。危ないものはダメなんですから。ですから、そういった視点ではなくって、ぜひ、まあ、しょうがないけれども、少なくともこの商品は危なっかしいっていうのが分かったってことだけでも勉強になったって考えて、まず視点を移して、相乗りじゃなくって新規にするとか、その商品自体が危なっかしかったら、危なっかしい商品であれば、その商品自体を取り扱うのではなくて、せめてその商品の類似品で他に何か良い商品がないかっていうふうに探してみる視点の切り替えっていうのが重要です。というわけで今回は、まあ、楽観的になる、前向きになるっていうのは非常に重要なんですが、こと商品をリサーチしていく中では変に自分に都合がいいように情報を歪めたり、勝手に事実がちゃんと5つ並んでるのに、そのうちの都合の悪いものを省いて都合のいいところだけを見て進める、まああんまり考えないで相乗りしちゃっていいかみたいなこと、なんとなく主義みたいな感覚の方っていうのは非常に怖いんで、そこは重々気をつけておいてください。なんで怖いんだって言ってるかっていうと、例えば海外転売の生徒さんであれば、半年間のサポート期間はどうにかこうにか私がチェックしているので進めるとしても、その後独立独歩サポート期間が終わって、じゃあ自分でやってこうって思った瞬間、その変な楽観的、歪んだ楽観主義、歪んだ楽天主義っていうのを持っちゃってると、一気にサスペンドになる可能性っていうのが高くなるわけですよ。結局半年間の長い期間かもしれないんですけども、やっぱり人生考えると半年だけ儲かればいい商売ってないですよね。やっぱり一生をしっかりと堅実に継続的な収益を得たいと思うんです、思うと思うんですよ。誰しもが、我々もそういうセラーになってくださることを願って、そうなるようなカリキュラムっていうのを構築しているので、その考え方の面でそこをしっかりとまずベースとなる考え方っていうのを構築しておかないと、後で必ずしっぺ返し食らいます。ネットビジネスの口ばっかりの人もそうですけど、一時的に稼げたとしても必ず後でしっぺ返し食らうじゃないですか。なぜかといえば、ハリボテの言葉、文句、用途、苦肉なことばっかり言ってるんで、そんな人信用性失いますよね、長い目で見たら。それと同じように、やっぱり我々もベースとなる考え方っていうのをしっかりしておかないと、長い息の長いセラーにはなりませんので、やっぱり一生骨をうずめるぐらいな、一生の居場所にするくらいの気持ちでやっていただきたいですし、やりたいと思うんですよね、物販に関わる方っていうのは。というわけで今回はこの楽観的になるっていうワードが非常に、それ自体が危なっかしい、ちょっと怖い面が少なからずある、まあちょっとどころじゃないですね、少なからずある考え方なので、ぜひしっかりと事実、データ、情報に基づいて中立的に視観するっていう考え方を身につけていただければなと思います。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。海外転売スクール講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。